いや吉田さん努力は裏切らないいでですすかままあのでございますこの動画を見て、やっぱりね、頑張ってるとか努力してるっていう意識をしてる方、多分ね、あんまり成果出てないと思うんですよ。で、ね、私はね、誰かに何かこう課題を与えられてきて、ここまでやってきたわけではないんですよね。誰かに導かれたわけでもないです。ただ自分が思うようにやってきて、ここにいるんですよ。で、どのぐらいやれば、どのぐらいの結果が出ますかっていうことも聞いたことないですし、そういうことをね、あの、 誰かかにななんても思わなかったですねそういう疑問が生じないんですよ。面白そう続ける。面白い続ける。さらに面白い続ける。こんな感じですよね。で面白くなかったら次の瞬間もうやってないんですよ。まあシンプルにそれだけですよね。じゃあ YouTube 何でやってんのって人に頼まれたわけじゃないですからね。ただ自分がやってるんですよ。再生数が全然ね10とか20とかいってない時から誰に言われたわけでもなくやってるんですよ。 誰かに見せるるわけででもなくやってるんですよただそれだけなんですよ本当にここまで来たのは、うん、だからねなんか努力をする時点でもうねそっちの方向に体も精神も向いてないんではないかなと私は思うんですけどね、うん、ただまあ一部ね憧れが無意識な努力を誘うってことはあると思うんですよ憧れの暮らしとか憧れの人とかね憧れの自分自身とかね そういったところは私はあると思いますけども、ただね、やっぱりこうこれを一生懸命やったらそれを抜けた世界があるんだみたいなのはちょっと違うかなと思いますよね。うん、だからこうまあ、例えば適当じゃないかもしれませんけど、野球部に入って最初1年生の時って基礎体力作りじゃないですか。でもなんでやめないのかなってことですよね。その基礎体力作りがどこに繋がっているかってことがわかるからだと思うんですよ。 うん、だからサイトをねたくさん作るっていうのもありますけどそれは売り上げを上げるってことが分かってるから苦痛でも何でもなかったんですよ売り上げは確かにゼロだけども売り上げに近づいてるっていう感覚はやっぱあったんだと思いますまあそのうちにねなんかねそのサイト作成自体が結構楽しくて好きになっちゃったってところもありますよね,ね特にめ難しいような用語も使わなかったし私に合ってたかなと思います、まあ、ということでですね努力しているうちはまだまだだというタイトルでございましたお願いします